それでは本日もユニークキャリアラウンジ始めたいと思います。本日 MC を務めます黒澤あさみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、こちら毎朝ユニークな生き方働き方をされている29歳以下の方をお招きして今に至るまでのストーリーをお伺いするものです。本日は第607回プロサッカー選手ながら化粧品ブランドの会社を立ち上げるデュアルキャリア、すいません、斉藤流星さんに聞くスポーツ選手のキャリアの可能性とはということで、斉藤流星さんにお越しいただいております。おはようございます。おはようございます。はい、そういたしましたら最初にですね、自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、斉藤流星と申します。現在 JFL というカテゴリーの、FC 大阪というチームでサッカーを、しながら、今年の8月に、株式会社リヤング J という、自社の化粧品ブランドを立ち上げて、活動しております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかあの2つこう尖ったワードがそれぞれの、はい、斉藤さんを物語るワードがあるかと思うんですけども、そうです、はい、最初にあのスポーツの方から少しお伺いできればと思うんですけど、ちなみに今はシーズン中なんですかね。はい、今はシーズンオフに入ってます。あ、そうなんですね。はい、大体どれくらいからどれくらいまでやられてるんですか、時期としては。サッカーは、サッカー立ち上げ始まるのが1月の中頃から始まって、はいはい、で3月からリーグがスタートして、で12月の頭に最終節がありますね。あ、じゃあ最近ワンシーズン終えられたみたいな、そんなところですかね。そうですね、はい。ちなみになんかご成績みたいな、チームのご成績みたいなところはどんな形だったんですか。今年は17チーム中7位でした。あ、真ん中あたりで。そうなんですね。それはチーム的にはなんか どんな捉え方をされてるんですか。まあ今年、J3 の方に昇格するという目標があったんですけど、最終3節ぐらい残してその昇格っていう目標が消えちゃって、でそれまでは5位4位あたりにいたんですけど、最後2試合ぐらいその昇格っていう目標がなくなって崩れちゃって2敗して順位下がった感じですね。そうなんですね。はい、そうすると最後までその昇格の切符をこう残しておきたかったみたいな、そんなところはあるんですかね。そうですね。ああ、そうなんですか、ありがとうございます。ちなみにその斉藤さんご自身は今のチームにはどれくらい所属されてるんですか。2年半所属してます。そうなんですね。はい、そうするとあの最初から最後まであのシーズンを戦われたってところなんですかね。はい、そうです。あ、なんかこう昨年と比べてとかなかったりするんですか、今年のチームの振り返り、まあ、斉藤さんご自身の振り返りみたいなところを含めてですね。そうですね、順位的には、1個上がったのかな。去年は8位だったんですけど、まあ、去年に比べて結構今年いい選手が入ってきたにもかかわらず、まあ、順位がそんなに変わらなかったっていうのは、まあ、非常に残念に思ってますね。そうなんですね。はい、なんか全然私あんまり詳しくなくて、あのちなみにポジションとかどちらになるんですか。ポジションはディフェンダーやってます。あ、サイドバック。そうなんですね。はい、ディフェンダーなんですね。日本代表で言えば長友選手。あ、はい、まあ、守りのところですね。そうですね。なんかその一方であの自己紹介の方で少しこう、はい、あの後ろの方にいわゆる企業みたいな会社をやられてるみたいな話があったんですけども、はい、もう少しそちら詳しく教えていただいてもよろしいですか。はい、株式会社リヤング J っていうんですけど、まあ、自社で化粧品ブランドを作って販売してる形ですね。はい。で、もともと自分が
めちゃくちゃ肌が弱くて、でそれに悩んでたんですけど、まあ、それが嫌で自分でいろいろスキンケアを研究していって、でそのスキンケアを試していくうちにどんどん肌が綺麗になっていって、で周りからめっちゃ肌が綺麗やねって言われることが多くなっていったんですけど、まあ、それが嬉しくて、まあ、アスリートとか外でスポーツされる方、紫外線をめちゃくちゃ受けると思うんですけど、それをケアしたいと思って立ち上げました。そうなんですね。はい。ちなみに最初におっしゃっていた社名みたいなところのなんか由来とかなかったりするんですか？はい、まあ、コンセプトみたいなのが若返る旅っていうんですけど、はい、僕含めてあと2人会社にいるんですけど、はい、その子たちの頭文字を取ってつけました。あ、お名前のですか？はい、はい、そうです。あ、そうなんですね。はい、名前の頭文字一つずつ取ってリヤング J です。はい。あ、そうなんですか。ありがとうございます。はい、なんかそのスキンケアブランドにされた理由、多分ご自身のご経験みたいなところもあると思うんですけど、はい、こう他にもなんか理由があったりするんですか？まあやっぱり自分が一番好きなものをやりたいと思って、うんうんうん、でスキンケアに挑戦しましたね。そうなんですね。その好きなものにやられたいみたいなところの、はい、まあ、理由というと大げさなんですけど、どうしてこう好きなものを選んだんですか？そうです。やっぱりサッカーをずっとやってきて、はい、で、まあ、それ以外のスポーツも昔経験させてもらったんですけど、なかなか長続きしなかった経験があったので、やっぱり好きなものをやったらずっと続けれるかなと思って、うん、好きなものに選択しました。あ、大事ですね、そういうの。はい、ちなみにそのサッカーと、まあ、そういったこう会社をやられてるっていうその2つのこうキャリアをこう今進まれてると思うんですけど、サッカーチームではそういう方は他にもいらっしゃるんですか？はい、何人かいてはります。そうなんですね。そうすると、はい、何でしょう、皆さんのその反応みたいなところはどんな形だったんですか？まあその選手とはそういう経営の話とかできるようになったり、うん、はい、情報交換とかもたまにしたりしてますね。あ、そうなんですね。はい。で、まあサッカーしかしてない選手も、うん、まあ、結構応援してくれる選手が多くて、はい、はい、非常にやりやすくやってます。そうなんですね。なんかこう、はい、すいません、勝手ながらサッカーだけに打ち込めようみたいな、そんな声がなんかあったりするのかななんていうふうにちょっと想像してしまったんですけども。はい、まあ、今のところそういうのはあまりないですね。あ、そうなんですね。はい。それはなんか斉藤さんご自身がサッカーにもちゃんとこう取り組まれてるからこそ、なんていうんですか、素直に皆さん応援していただけてるのかななんていうふうに。それは多分自分でも意識して。あ、そうなんですか。はい、会社やってて試合出てなかったらなんやねんって多分思われると思うんで、はい、多分立ち上げてからの方が自分的には調子が良くなってったかなと思いますね。それはどういうことなんですか？まあその、まあ、会社立ち上げて、はい、サッカーの方がうまくいってなかったら多分サッカーに集中しろって言われることがあると思うんですけど、まあ、それだけは言われたくなかったので、より自分の中では必死にサッカーの方も取り組むようになりました。そうなんですね。はい。まあ、当たり前ですけど、こう時間が限られてる中で、2つのことをやると、どうしても、それぞれのこう時間配分とか、気持ちの入れ方とか、うん、なかなかそういうのがこう難しくなったりする場合もあるかと思うんですけども、斉藤さんの場合は逆に、はい、なんかその両方がこういういいポジティブな反応に及ぼになってるんですかね。はい、その通りです。あ、なんか他にもなんかどっちもこう、まあ、本気で取り組むためにこうなんか必要なこととかやってることとかってどんなことがあるんですか？そうですね、まあスケジュール管理はしっかりしてる方かなとは思います。なんか自分でもそのなんか詰めとか、はい、慌ただしいのがちょっと嫌いなんで、はい、ある程度まあサッカーに集中できて、うん、その会社の方も
しっかりと進んでいけるようにはスケジューリングしていると思います。あ、すごいですね。なんかもう詰め込み詰め込みでこう、なんていうんですか、こう追われながら過ごすっていうのではなくて、はい、少し余裕持ちながらみたいな。まあ、自分一人でやってたら多分めっちゃ詰め込んじゃうと思うんですけど、はい、一緒にやってる仲間が二人いるので、はい、ある程度は分担しながらやってます。あー、やっぱそこチームプレーの精神で、はい、やられてるんですね。なるほど、ありがとうございます。なんかこうそれぞれにこう多分面白さとか、あ、やりがいとかの違いみたいなところを感じられてるのかなと思うんですけど、うん、なんか、うん、あえてこうどんなところがこう面白さやりがいの違いみたいなところで挙げるとどんなところがありますか？そうですね、まあ、サッカーやだけやってた時は、はい、もうその本当にサッカーのコミュニティでしか関わる人の関わりがなかったので、まあ、サッカーしか考えてない日常だったんですけど、この経営していくにあたって、まあ、いろんな人と会えることが今多いんですけど、はい、まあ、全然サッカーやってきてなかった人の考えとかもいろいろ教えていただけるので、まあ、人間力的には上がってきてるのかなと思いますね。あ、そうなんですね。はい、なんか最近こう響いた教えみたいな、学びみたいなことを少し教えていただけるとどんなことがありますか？そうですね、まあ、デュアルキャリアをなぜ実践したのかみたいな話になったんですけど、うん、はい、そのデュアルキャリアを実践してる人が言ってたことは、まあ、現役中に、立ち上げた方がこの周りの人がより応援してくれるので、うん、はい、それは早く始めた方がいいよって言っていたので、はい、自分の挑戦は、まあ、間違いじゃなかったのかなって思いましたね。うん、なるほど。そのある種こうサッカーって多分ずっとなかなかプロで、やるってなかなか難しいことだと思いますので、うん、かそれ終わってから次に進もうかななんて方もいらっしゃるかなと思うんですけども、はい、あえて、はい、まあ、忙しいとは思うんですけども、こう並行してやることの、うん、まあ、意味意義みたいなところがあったんですかね。はい、そうですね。あ、そうだったんですね。うん、ありがとうございます。なんかその、まあ、今回その会社とやるというところについて、まあ、ものづくりみたいなところ、その、はい、化粧品になると思うので、なんかまあものづくりに入るかなと思うんですけど、なんかそこのなんか楽しさとか、はい、なんか難しさとかなんかあったりするんですか？そうですね、まあ、難しかったことが結構多かったんですけどその、まあ、そのスキンケア研究してたですけど、まあ、さらに奥深い、もう全然成分の名前とか知らんやんっていう未熟さを感じたことと、うん、まあ、その製造にあたって、まあ、今コロナとかでこの容器が追いつかなかったりが今回作る上であって、はい、納品が2ヶ月ぐらい遅れちゃったんですよ。はい、それで、まあ、皆さんに結構ご迷惑をおかけしたことは結構苦しかったですね。うんうん、で、まあ、楽しかったことは、まあ、その勉強、生物の勉強とかしてて、まあ、このだんだんこのミーティング重ねていくうちに、自分の知識がどんどんついていくっていうのがすごく楽しくて、はい、で、まあ、実際にその生物、検定とか受けに行ったりとかもして、そうなんです、ね、ちょっと落ちちゃったんですけど、あ、まあ、知識はだいぶついてきましたね。あ、なるほど。なんかこう知識がこう得られると、なんかどんなことがこうできたりするようになったんですか？まあ、人との会話の幅が広がりました。あ、はい、その製品作っていく上で研究の方とかも入ってくれて一緒に話してたんですけど、最初の頃は全然何言ってるのか分からなかったんですけど、まあ、だんだん自分からも意見できるようになってって、すごいそこは良かったと思いますね。あ、そうなんですね。じゃあ、なんか、はい、一起業家みたいな。はい。で、こう、喋れるようになってみたいな感じなんですかね。そうですね。まだまだ未熟者ですけど。いやいや、ありがとうございます。
すみません、ちょっとなんかいろいろ興味深く見てしまったので、前焼きのところが少し長くなってしまいましたけども、はい。そんな斉藤さんがそうですね、まあ、プロサッカー選手というところから、まあ、こうデュアルキャリアをこう形成するに至ったところをですね、事前にいただいたライフログに沿って、この後進めさせていただければなと思っておりますので、本日はよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい。そうしましたら、最初に、天気のところでいただいているところが、おそらく18歳の、まあ、一番最初のこうキャリアをスタートするような段階かなと思ってるんですけども、はい、こちらは、まあ、どういった出来事だったんでしょうか。高校が京都サンガっていうユースチームでサッカーをしてたんですけど、はい、高校3年生の5月頃に骨折してしまって、約1年間ぐらいサッカーできてない状態だったんですけど、そうなんですね。はい。で、結構まあそのトッププロに上がるのが絶望的な感じだったんですけど、はい。当時の、トップの監督が僕のことをすごく気にかけてくれてて、うん、そのサッカーをプレーしてない状態でも、まあ、ポテンシャルがあるって認めてくれてて、トップ昇格が叶った、小学校から夢だったプロキャリアをスタートできたっていうことで、はい、タグをつけてます。ああ、そうなんですね。はい。小学校からみたいな話、いつぐらいからサッカーを始められてたんですか？始めたのは小学校3年生ですね。あ、そうなんですか。なんかその、はい、なんかプロみたいなものをこう意識し始めたのはいつ頃だったんですか？中学1年生ぐらいですかね。あ、そうなんですね。はい。こう、なんですか、こう小学校の頃のこう将来の夢みたいなところとか、スポーツ、まあ、サッカーとか野球とか、まあ、そういったことをこう掲げられる方も多いと思うんですけど、はい、ある種こう、なんでしょう。中学校ぐらいで現実を見るといいますか、なかなかプロの世界って難しいんだなみたいなところがあったら、はい、まあ、それぞれ自分のこうまたやりたいこと探しみたいなところに進む場合もあると思うんですけど、斉藤さんの場合はいかがでしたか？そうですね、なんでか分かんないですけど、めっちゃ自信があって、はい、もうプロになるのは当たり前みたいな感じでずっとやってましたね。そうなんですか。だから、はい、実体値としてもプロになれそうかなみたいなところをこう思ったりした出来事とかってあったんですか？そうですね。まあ、一番いけるかなと思ったのは中学校3年生の時に、はい、世代別の日本代表に選ばれたりとかしてたので、うんうんうん、そうですね。その時から、まあ、同世代の日本のトップぐらいの位置にはいたのかなとは思いますね。あ、そうなんですね。はい。なんかその中でも骨折なんて大きな出来事もあったと思うんですけども、うん、なんかそれでもこうプロのこう何でしょう、道のりを諦めなかったところ、なんかどんなところがあったんですか？そうですね。まあ、環境がすごく大きかったと思います。あ、環境ですか？はい。京都サンガのユースチームっていうのがそのユースの育成がしっかりしてるところなので、はい、その怪我してもしっかりとしたリハビリ施設でリハビリが望めたり、よりプロに近い環境でサッカーができてたので、はい、常にプロは、意識して練習には望めてたと思います。あ、そうだったんですね。はい。なんか実際にこう、そうですね、その入られた時、プロです、プロになるってなった時にこうどんな目標を自分の中で持たれてたんですか？そうですね。まず、まあ、そのキャリアをスタートしたときは、日本代表に選ばれて活躍したいっていう強い思いはありましたね。うん、あ、そうだったんですね。はい。そんな思いをこう持たれて、こう実際に、まあ、プロサッカー選手として入られて、こうプロの世界っていうのはどんな世界だったんですか？まあ、自分は、まあ、活躍できるだろうと思って、はい、キャリアをスタートしたんですけど、はい、やはり皆さんもその同年代でトップを取ってきた人たちだったので、うん、結構その入った1年目で挫折を味わいましたね。はい、レベルの差がめちゃくちゃありました。技術の部分とかですか？
技術の部分でですね。あ、そうだったんですね。はい。それをこう感じられて、斉藤さんはどんな感情になったり、どんな行動に移ったりしたんですか？そうです。まあ、自分も今までずっとやってきて、まあ、かなり自信があったので、まあ、絶対やってやろうっていう思いが強く、より強くなって、まあ、練習、全体練習が終わった後とかも、まあ、個人で練習を積み重ねたりして、ああ、そうだったんですね。そうですね。で、1、2年目とかは全然試合に出られなかったんですけど、まあ、徐々に出場機会も増えてって、うん、ちょっとは活躍できたのかなと思いますね。なんかその一番こう印象的な、当時こう覚えてるものとか、なんかどんなものがあるんですか？そうですね。プロ、5年目の時に、J リーグで初ゴールを決めれたことが一番の思い出ですかね。あ、その時なんかどんな気持ちになったんですか？もう頭真っ白になって、はい。はい。もう喜び方とかめっちゃダサかったですね。そうですよね、その、はい。テレビとかに映ってるから、後で見れますもんね。はい。はい、めっちゃ恥ずかしかったです。我が忘れるぐらい喜べたみたいなところは本当にそのゴールの瞬間だったんですかね。そうですね、うんうんうん、ありがとうございます。はい、なんかそういう形で、まあ、ゴールこう印象的な出来事もありつつ、サッカー進められてたと思うんですけども、うん、次のステップ、はい、24歳の出来事ですかね。こちらはどんな出来事だったんですかね。はい、チームからもう来年は契約しないっていうのを告げられた時ですね、24歳が。ショッキングな出来事ですかね。はい。その当時の出来事、どんな感じで受け止められてたんですか？そうです。その最後の年は、まあ、あんまり試合にも出れず、活躍ができてなかったので、まあ、ある程度は覚悟はしてたんですけど、はい、まあ、やっぱりその直接もう来年契約しないって言われると、まあ、そこすごく悔しくて、まあ、この先どうしたらいいんやろうっていうのがありましたね。あ、そうだったんですね。はい、こう諦めみたいなところっていうのはこう言われた当時、うん、こうつけられたものだったんですか？そうです。その当時は結構スパンって諦めれたと思ったんですけど、はい。はい。自分の中ではしっかり諦めを決めましたね。あ、それはなんかこう、はい、これまで24年、まあ、24年間ではないですけど、小さい頃からこうずっと続けられてたサッカーだと思うんですけど、はい、なんかどんなところでその気持ちの整理みたいなものをさせたんですかね。そうですね。まあ、その、最後の年っていうのが、ちょっと自分の中でメンタル的な病気、まあ、病気までいかないですけど、はい、そのサッカー選手がよくあるオーバートレーニング症候群っていうのにかかってて、で、練習行くのとかもちょっとしんどかったり、まあ、うつみたいな状態、軽いうつみたいな状態になってたんで、まあ、限界、ここが限界なのかなっていうのは自分の中で思ってましたね。素敵なものというよりかむしろ精神的な方がこう結構大きかったんですかね。そうですね、うんうんうん、あ、そうだったんですね。はい、ありがとうございます。なんかそういう、はい、まあ、整理をついたところでこうまずどうしようみたいなところが多分あると思うんですけど、具体的になんかどんな行動に移されたんですか？はい、そうです。その J リーグのキャリアサポートっていうところがあるんですけど、はい、セカンドキャリアのその企業とかをご紹介していただけるところがあったので、はい、まずそこに連絡して、はい、セカンドキャリアの相談を始めましたね。あ、そうなんですね。はい。なんか相談されて、なんか どうだったんですかね。そうですね、まあ、しっかりとした企業がいっぱいあったので、はい、まあ、就職活動頑張ろうって思いましたね。どちらかというと、プラスな、はい、ポジティブな気持ちで、その当時は望まれてたんですかね。
そうですね。なんかその周りからのアドバイスとかもあったんですか？こういう方がいいよとか。僕、高校を卒業してプロに入ったので、はい、最終学歴が高卒なんですけど、はい、今から大学行ったらいいや、みたいな声とかもありましたね。ああ、そうだったんですね。はい。なんかその、いろんな選択肢が多分あった中で、うん、一つの選択肢選ばれたと思うんですけども、うん、そうですね。なんか次の転機になるんですかね。はい。はい。具体的にこう選ばれたものとしては、どんなことになったんですかね。そうですね。サラリーマンとしてスタートして、はい。まあ、最初はすごく新鮮で、うん、まあ、毎日が楽しかった記憶がありますね。あ、そうだったんですね。で、まあ、結局3ヶ月しかサラリーマンしてないんですけどそうだ、ね、まあその3ヶ月でも、まあ、営業をいっぱい行かしてもらったりとか、はい、まあ、いろんな経験ができたのが、まあ、すごく良かったんですけど、はい、まあ、そのサッカー選手をやってた時の方がやっぱり自分の中では熱くやりがいを感じてたので、うん、まあ、そこのギャップは少しありましたね。ああ、なるほど、そうだったんですね。なんかこうそもそも、まあ、大学行くとかそういう選択肢もあった中でサラリーマンみたいな会社員みたいな働き方を選ばれたのはなんかどんな理由があったんですか？そうですね、そのまあ今から4年間通うっていうのがまあ現実的じゃないのかなっていうのは自分の中であって、うん、はい、で、まあ自分はすごく営業をやりたいタイプだったので。あ、そうだったんですね。はい、はい、で、そういう企業が、僕のことをまあ、はい、入って入社していいよって言ってくれたんで、うんうん、すぐにそっちに決めましたね。あ、そうだったんですね。そうすると、はい、なんですか、あまりこう悩んでどっちにしようかなとかって悩むよりかは、こっちだこっちだみたいな感じでこう決められたんですかね。はい、そうですね。あ、そうだったんですか。はい、その決まった瞬間ですとか、なんかこう最初にその入社した日ですとか、うん、なんかこうサラリーマンをやられてて特に印象的だった思い出に残ってるような出来事ってありますか？そうです。結構体育会系の会社だったんで、はい、はい、朝のミーティングとかは結構大声出しておはようございますとか言ったりしてて、あ、はい、はい、まあ、そこの会社しか知らないんで、うん、まあ、サラリーマンもこんなあの体育会系のとこがあるんだって思って楽しかったのを覚えてますね。はい、あ、なんかちょっとご自身のサッカー の、 そのクラブチームとちょっと似通ってる部分とかも感じられたんですかね。そうですね、ノリとかも結構体育会系だったんで、うん、ああ、そうだったんですね。はい、楽しかったです。なんかこう、まあ、やられた期間としては3ヶ月間ぐらいだったかもしれないんですけど、まあ、実際にこう、はい、お仕事をされてみて、なんかこんなところが意外と通用するなとか、これまでの経験が生きたなみたいな、そんなことはあったんですか？そうですね、まあ、挨拶は、まあ、その現役時代もしっかりしてたので、その部分では結構すぐ気に入られるようになりましたね。あ、お客さんとか、うん、まあ、会社の中でもってことですか？はい、そうです。うんうんうん、だから気に入られるとどんなところでこう いいことが起きたんですか？まあ、仕事を振ってもらえたりとか、はい、まあ、そのお客さんに気に入ってもらえて、その週末とかに、ご飯連れてってもらえたりとか、あ、ゴルフ連れてってもらえたりとかっていうのが印象的ですね。うんうん、ああ、そうだったんですね。はい。なんかどちらかというと、こう、なんか いい話と言いますか、なんかこう、はい、その方から聞くと結構、あ、楽しんでるなーなんていうふうにこう思ってしまう部分もあるんですけど、でも最初におっしゃった通り、はい、こう、サッカーとの違いみたいなところは、少しやっぱりあったんですかね。そうですね、まあ、営業の難しさを、まあ、体感しましたね。で、結構まあ自分の中では、人と喋ることとかが得意な方だと思ってたんですけど、はい、まあ、よりその相手の立場に立って喋るっていうのがどれだけ大変かっていうのを感じましたね。あ、そうだったんです、はい、僕がこんだけこの商品についていろいろ説明してるけど、うん、もう向こうは全然話聞く気ないみたいな感じが
はい、結構多くて、はい。それはまあ全然知らん人からバーって説明されても、興味なかったら聞かないかなっていうのは思いましたね。なるほど。はい。仕事とはみたいなところの難しさみたいなところも感じられたんですね。そうですね。ありがとうございます。なんかそんな中で、そうですね、25歳、3ヶ月ですぐ辞められたっていうところは、これは次のステップのところになるんですかね。具体的になんかどんな出来事があったんですか。そうですね。東京でサラリーマンしてたんですけど、高校の時の先輩とたまたまご飯行くことがあって、で、その先輩に、お前まだサッカーできたんじゃん、みたいな感じでボソッと言われたのがきっかけで、その言葉でなんかまた火がついちゃって、そうなんですね。はい。で、地元のチームである FC 大阪さんに自分から電話して、もう一回サッカーがしたいですっていうのを伝えて、そしたらまあ向こう、FC 大阪のチームの方も、まあそれやったらもう一回挑戦してみたらっていうところで、はい、すぐに会社を辞めて、現役復帰しましたね。現役復帰されたんですはい、ね。はい。その最初にこう辞められた当時、やっぱりちょっと心の精神的な問題みたいなところもあったかと思うんですけど、実際こう仕事されて少しこうモチベーションも上がってきて、もう一度やろうみたいなところに戻ったんですかね。そうですね。まあ、半年サッカーから離れて、やっぱり自分はサッカーが好きなんだなっていうのを改めて確認できましたね。少しこう距離を置いてみて分かるものみたいなのもあるんですかね。はい、ありました。なんかちなみにFC 大阪さん、FC 大阪さんですかね。今いらっしゃるチームでもあるかと思うんですけど、なんかこう、斉藤さんからご自身からこう報道されてってところだと思うんですが、なんかこう、これまでにこう、なんでしょう、きっかけみたいなところはあったんですかね、そこに連絡するにあたっての。プロに入って、3年目の時に、レンタル移籍っていうもので、京都サンガから、この FC 大阪さんに一度在籍してた期間があって、そうなんですね。はい。で、当時の、仲良くしてた GM、スカウトとかする人がそのまままだ残ってたので、その人に連絡して、はい、もう一回やらせてくださいっていうのを伝えました。なんかそこの連絡するときのハードルみたいなものって結構なんでしょう。少し自分、期間も空いてしまってるし、なんて考えると少しこう、億劫というか、ちょっとこう、緊張したりみたいなところもあるのかななんて思ったんですけど、いかがでしたか、そこは。そこはなんかわかんないですけども、その場でも電話しましたね。そのはい。話聞かれて、やるんだってなって。はい。そうだったんですね。はい。すぐつながったんですか？一回僕からかけたときは繋がらなかったんですけど、すぐ折り返しがあって、はい。すぐお伝えさせてもらいました。なんかこう、それこそ、しっかり自分の思いをこう準備してとか、はい。なんでこう入りたいんだみたいなのをこうちょっと準備してから連絡しようみたいなところも、なんかあるのはい。かななんて思ったりしたんですけど、なんかあんはまりい。そういうことはこう気にされなかったんですかね。そうですね。もう自分の思いを直球で伝えましたね。それがこう逆に、なんでしょう、その本物らしさみたいなものがあって、意気込みみたいなのが伝わったんですかね。かもしれないですね。実際こう、すぐ、現役こう戻られるってところになって、この会社の、実際に働かれてる周りの方々はなんかどんなふうな反応だったんですか？そうですね。まあ、その J リーグのキャリアサポートの方にも、すごくお手伝いしてもらって、やっと就職できたので、まあ、現役復帰しますっていうのを伝えたときは、まあ、ちょっと、怒られるまではいかないですけど、まあ、なんでやねみたいな感じでは言われましたね。そうだったんですね。
で、まあ会社の人にも、まあ一回区切りつけたのに、なんでやねみたいな言われましたね。ああ、そうだったんですね。はい。そこもしっかりご説明されて、みたいなところなんですかね。そうですね。うんうんうん。まあ、まずこう、ちゃんと説明しなきゃいけない状況にもなって、それを説明することで、なんでしょう、やっぱり戻りたいんだみたいな気持ちがさらに増したりとか、そんなことがあったりしたんですか？そうですね。まあ、自分の中でも、まあ、いろいろ、まあ、説明して、うん、で、まあ、その会社が、すごく、スポーツをもともとやられてた方が多かったので、はい。まあ、最初は、その、ちょっと怒られたりしたんですけど、まあ、もう一回頑張っておいでっていうことを言ってもらえたので、ああ、そうだったんですね。はい。さらに頑張ろうと思いましたね。ああ、なるほど。いろんな方々から背中を押されて、なんでしょう、はい、最初18歳の頃にこうまたプロになった時と、まあ、25歳の時にこうプロに戻られた時、うん、こう、はい、同じプロサッカー選手だと思うんですけども、なんか前回との違いみたいな、うん、なんかこう気をつけたところとか、考えたところとか、なんか違いはありましたか？そうですね。まあ、客観的に自分がどこが足りないのかっていうのを、すごく分析、冷静に分析できるようになって、だと思うので、はい、より今は自分の足りないところを練習して、うん、補っているって感じですね。客観的ですか？はい。どういうふうにこう客観視して見られてるんですかね。すみません、もう一回いいですか？ああ、ごめんなさい。ごめんなさい、途切れちゃいました。ああ、いえいえ。今声聞こえますか？大丈夫です。はい、大丈夫です。ああ、よかったです。客観視っていうお話があったので、なんかどんなふうにこう、はい、客観視されてるのかなっていうのを少しお伺いさせていただきたくて。そうですね。まあ、その18歳でプロになったときは、はい、まあ、周りとの技術の差をすごく痛感したので、うん、もう一度基礎から今は取り組んでるところですね。なるほど。はい、当時はその基礎をこう、まあ、おろそかにしたわけではないと思うんですけど、さらにそこにこう注力され、はい、今は注力されてるんですか？そうですね。その当、うん、昔は、まあ、自分の好きなプレーをどんどんやってたって感じだったんですけど、うん、まあ、それも、まあ、プロの世界ではなかなか通用しなかったので、うん、まあ、一番何が重要かなって感じた、考えたときに、やっぱり基礎の部分がもっとレベルアップしないといけないっていうのを感じましたね。なんかそれはどんなところからこう大事さみたいなところを感じたんですか？そうですね、まあ、その自分が好きなプレーをするためには、うん、まずその土台をしっかり作らないと、うんうんうん、その好きなプレーもできないっていうのを最初のそのプロ6年で感じたので、はい、自分の好きなプレーをするために土台作りをしっかりしようと思いました。なるほど。なんかすごくこう大事なエッセンスがそこになんか入ってるなーなんて私聞いてて思ったんですけど、はい、それこそこう、はい、自分のやりたいこととかってこう目の前にこうもしあったりするとすぐそれにこう飛びかかってしまうというか、うん、あ、それにしようやろうってなってしまうと思うんですけど、あえてこう、はい、基礎からみたいなところのそのちょっと遠回りかと思うんですけども、なんかそこに、うん、そういうことをできる、うん、心の余裕みたいなものも当時とはちょっと違いがあったんですかね？そうですね、まあ、僕がその現役復帰した時に、はい、若い選手とかも結構いて、うん、まあ、昔の自分を見てるような感じに思えたので、うんうん、まあ、そういう選手とかにも、まあ、アドバイスしたりしながら、自分ももう一回基礎から頑張ろうかなと思いました。うんうん、なるほど。年下の選手とか見ると、当時の自分と少し重ね合わせたりとかして、さらに客観視できたりとかってところですかね。はい、そうですね。なるほど。なんか逆に上のこう年齢の方とかからこう影響を受けたようなこととかもあるんですか？そうですね。まあ、上の選手はやっぱり、背中で引っ張るじゃないですけど、はい、まあ、しっかり声、練習中から声を出して、うん、で、体張ったプレーを見せてくれたりとか、
で、まあ自分が試合に出れてない時も、まあ自分が悪い時もしっかり声を出したりとかしてたので、うん、そういうところはすごく見習う部分はありましたね。うん、ああ、そうなんですね。はい。そういったところをこう見て、こう自分自身の行動にも反映されたりするんですかね。そうですね。まあ、あの、年下の子とかには、こういうプレーした方がいいよっていうのは、ちょろちょろお伝えはしてますね。そうなんですね。なんか、はい。戻った、ただ単純に戻っただけではなくて、一皮も二皮もこう、なんか向けた形で、なんかサッカーに戻られてみたいなところなんですかね。そうですね。向けてるといいですけど。ありがとうございます。そうですね。それで、まあ、サッカー、またプロに戻られて、で少しも経って27歳ですかね。はい。こちらでどんな出来事があったんですかね。は、ビジネスを開始しようというところで取り組みました。はい。こちらはなんか、まあ、最初のお話にこう戻ってくるかなと思うんですけども、なんかどんな形で最初こう始めようかななんていうふうに思われたんですか。はい、そうですね。まあ、一緒に会社を立ち上げた友人が、はい、まあ、すごいもう昔からの幼なじみの二人で。あ、仲良しなんですね。はい。で、ずっと何かやりたいなっていうのを三人で話してたんですけど、うん、まあ、なかなか形にならずに、ずっと進んでって27歳になったんですけど、はい、まあ、ある一人の子が僕に対して、なんか、まあ、やりたいな、やりたいなっていうのはずっと言ってたんですけど、全然形にならなかった、うん、お前、全然口だけやんみたいなのをパッて言ったんですよ。はい。で、それでなんか、僕の中で火がついて、うん、すごい行動を起こすようになってって、はい。はい、スタートした感じですね。これもまたご自身がいろいろ行動されて形作られたんですかね。そうですね。最初は僕が、その、商品を作る、うんうん、製造元にいろいろ電話して、はい。で、自分らが作りたい製品がマッチングしたところと打ち合わせをしたりしに行ってましたね。ああ、なんかその、急に、なんでしょう。あの、属性といいますか、肩書きを伝えるとプロサッカー選手ですというところなんで、なんかその電話された先も、なぜサッカー選手が急にうちに電話してきたんだろうみたいなところをこうびっくりされることもあったのかななんて思ったんですけど、その時はあのサッカーしてるっていうのを伝えなかったですね、電話の時は。そうなんですね。はい、はい、うんうん、でも、まあ、100件ぐらいその OEM をしてる会社に電話して、はい、で20件ぐらいあの直接会いに行って打ち合わせしたんですけど、はい、まあ、その直接打ち合わせした時には、まあ、サッカーやってますっていうのを伝えたらやっぱり驚いてましたね、うんうん、そうだったんですね。はい、なんかそれはこうどんなこういうものを作りたいんですっていうところでお電話されたんですかね。はい、そうです。でそれでまあこういいよってお話ししていただける方も、まあ、そうでない方もいらっしゃって、はい、うんうん、で二重者さんぐらいがお声がけいただいてって形なんですかね。はい、そうです。なんかその中で多分何社かさんこう絞られ、まあ、絞っていったのか絞られていったのかいろんなこう経緯であると思うんですけど、うん、なんかこうどんな形で決められていったんですか。そうです、まあその電話で伝えて、まあ、作れるよっていうことでお会いして話しに行ったんですけど、まあ、はい、直接会って話した時に、あ、やっぱりそれちょっと作れないなみたいなところも多くあって、うんうん、はい、で、まあ、一つの会社に決めた理由としては、すごく営業の方が熱心に取り組んでくれたっていうのがありましたね。あ、そうなんですか。はい、うんうんうん、熱心というと、まあ、僕も営業やってたんで、はい、あれだったんですけど、すごく僕らの立場に立って話をしてくれたり、うん、すごく仕事が早かったですね。あ、そうだったんですね。はい。はい、なんかもう、その、すでにそのお打ち合わせされる際には、こういうものを作りたいんだ、みたいな、その原型みたいなものは、斉藤さんの中に終わりだったんですかね。まあ、ぼんやりした感じですけど、はい、はい、こういうものを作りたいっていうのはありましたね。
その中でそれは作れないよと、そんな話もあったってことなんですか。はい。なんかそんなこうぼんやりした形でもこう、なんでしょう、できる、できないみたいなところがちゃんとこう分かるんですね。そうです。その会社が、まあ、どういうものを今まで作ってきたのかっていうのがあるみたいで、はい。で、まあ、成分がなかったりとかもしたので、はい。はいはい。この成分だけは入れたいっていうのを伝えて、あ、それはないわ、みたいな感じで。ああ、なるほど。そういうことですね。はい。うんうんうん、なんかその、お話伺ってると、本当に、一言でこう、さっさといろいろ動かれて、一生懸命、100件も電話するって、口で言うのは簡単ですけど、はい、行動に起こす、なかなか大変なことだと思うんですけど、はい、んそんな風にこう、一生懸命こう、続けられたところ、なんかどんなところに原動力みたいなところがあったんですかね。そうですね。その100件電話したっていうのは、なんか、あんまり自分の中では苦には思ってなかって、うんうん、まあ、やるからにはやらなあかんなっていうのがありました、うんうん、はい。やるために何をするかって考えたら、まあ、できるまで電話するだろうみたいな、そんな単純なストレートなところなんですかね。はい。なんかシンプルですけど素晴らしいですね。ありがとうございます。あ、いえいえ。なんかその実際に今も物としてこう形作られたとは思うんですけども、うん、なんかサッカー選手というか、それに関わらずですね、何か一つのことをこう一生懸命こう続けられたからこそのこう強みとか、なんかその商品作りがこの今までのこう経験にこう生きた場面とかってあったりしたんですか？そうですね。まあ、目標を持ったら、多分人って走り続けれると思うんですけど、はい、まあ、その、まあ、小学校からサッカー始めて、まあ、プロになるっていう目標を、まあ、一つ叶えたんで、はい、その目標を持って叶えるまでのスピードとか、まあ、やり方っていうのは、まあ、ある程度は分かってる方なのかなと思ってて、はい、で、まあ、その中で、まあ、試行錯誤しながら進んでいくのは得意な方だと思います。うんうん、ああ、そうだったんですね。はい。今の自分のこうゴールへの状態とかも客観視したりとかして、ある種最初なかなか結果が出ないとか、はい、なかなか実を結ばなくても大丈夫大丈夫みたいな、そんなとこもあったりするんですかね。そうですね。うんうん、その通りです。あ特にこうどんなところを大切にして、その今の会社やられたりするんですか？そうですね。まあ、コンセプトとして、はい、肌が心を作るっていうコンセプトを掲げてるんですけど、はい、すごい僕の中で、肌が改善されて、うん、っていうのが自分のこのモチベーションにつながって、うん、いったのを感じてて、はい、で昔ってめっちゃ肌が汚かった時は人前に出たり人と話すのがすごく苦手だったんですけど、はい、まあ、その肌が綺麗になるだけで人前に出たりとか、まあ、ちょっとあれなんですけど女性と話しすんのも楽しくなってったりっていうのをすごい身に染みて感じたので、はい、まあ、肌がめちゃくちゃ大事やなと思って今は仕事に取り組んでますね。すごく心に刺さるような言葉をいただいたおっしゃっていただいてるかな。ただそんな思いはその仕事を始めるその段階で既にあったのか、こうやる中で、はい、なんかこういうこと大事にしなきゃいけないよね、うん、みたいなものがこうどんどんこうなんでしょう、肉付けされてったのか、なんかどんな感じだったんですか？うん、まあ、それは仕事始める前からずっと思ってましたね。あ、そうだったんですね。はい。それがこうちゃんと言葉にするとみたいな形で今の言葉になったんですかね。はい、そうですね。あ、なるほど、ありがとうございます。はい、なんか1時間ぐらい本当にあっという間に1時間が経ってしまってですね、はい、そろそろ締め のご質問にちょっと移らさせていただきたいなと思っておるんですけども、はい、はい、なんかこういろいろ、すみません、これまでの経歴に沿ってですね、
ご質問させていただいたかと思うんですけども、はい、改めてこう今の斉藤さんをこう形作っているこう大事にしている、まあ、今お仕事の話ちょっと伺いましたけど、ご自身のこう大事な価値観とか、はい、これさえあれば私でいられるみたいな、そういったその、うん、重要な思い価値観どんなところにありますかね。そうですね、まあ、一番大事にしてるのは、はい、大事にしてるっていうか、まあ、自分の考え方的に、うん、まあ、なんとかなるっていうのはすごく思ってて、で、まあ、今までその高校3年生の時に骨折した時もそうだったし、はい、まあ、サラリーマンで、まあ、3ヶ月ですけどやっていけたのもそうですし、はい、現役復帰して、まあ、今2年半ずっとサッカーさせてもらってるのもそうですけど、うんうん、まあ、自分さえしっかり、夢中に一生懸命取り組んでれば、まあ、最終的には、まあ、結果がついてくるっていうのは、うんうん、すごく実体験としてあるので、うん、そこは大事にしてますね。自分が一生懸命頑張れば結果がついてくるから、最初の結果が見ないときは、なんかなんとかどうにかなりそうみたいな、そんな軽い気持ちで持っとくのが大事なんですかね。はい、そうですね。すごい大事な言葉だな。ありがとうございます。ちなみにその、まあ、今回その、まあ、プロのキャリアをやりつつ、まあ、そのデュアルキャリアみたいな形で、もう一つのお仕事をこうされてると思うんですけども、なんかその辺のこう、はい、こうなんでしょう。まあ、プロサッカー選手やプロのスポーツ選手もそうですし、一つの何かにこう一生懸命こう取り組まれている方で、さらにもう一つこう全然別の軸でこうお仕事を探しするとか、そんなところの大切さみたいなのってどんなところにあるんですかね。そうですね、まあ、現役中にやることによって、本当にその引退してから始めるより、周りの方に応援してもらえる安いっていうのが一つあるのと、うんうんうん、まあ、二つ目はその経済面的に余裕が少し生まれるのかなと思ってて、うんうん、まあ、そのサッカーの方でお給料もらってたら、そのビジネスの方もそれもちろんめちゃくちゃ頑張らないといけないんですけど、はい、もう お金になっちゃったら、うん、やっぱり人との関係っていうのはうまくいかないと思うので、うんうん、まあ、人との関係をすごく大事にしていきたいと思ってるので、その経済面的に余裕があるときに始める方がうまく回っていきやすいのかなっていうのは思いますね。私の最初、私こう今このお話聞く前はですね、なんかこう、はい、どちらかというとこうスポーツ選手のセカンドキャリア、なんかネガティブな側面で語られるというか、うん、その経済的な話とかも含めてなのかななんて思ったんですけど、うん、むしろなんかポジティブな形でですね、いや一緒にその今スポーツやってるからこそこんな強みがあるんだよですとか、うん、なんかそんな風にこうお話しされるのを正直想定してなかったので、なんかすごく驚きです。はい、すごく大事なことですね。そうですね、うんうんうん、ありがとうございます。なんかちなみになんですけども、この先のこうご展望、はい、まあ、サッカーもやりつつ、まあ、事業も進めつつみたいなところがあるかと思うんですけども、うん、この先のご展望を少し教えていただいてもいいですか。そうですね、サッカーの方では、まあ、今 JFL っていうカテゴリーなんですけど、はい、まあ、より上のカテゴリーでプレーをしたいと思って現役復帰をしたので、はいはい、そこをまずJ リーグに行けるように頑張っていきたいと思います。うん、はい。で、会社の方に関しては、まあ、今、商品が一つしかないんですけど、どんどん商品展開していって、はい、で、まあ、メンズスキンケアブランドといえば、リアングジェって言ってもらえるように、うん、はい、広がっていければいいなと思ってます。ありがとうございます。斉藤さんご自身のこう展望といいますか、どういう人でありたいか、はい、なっていきたいかみたいなところとかだったりするんですか。人間として、まあ、すごく人になんか伝えていくのが好きなので、はい
はい、より自分がいろんなことを経験して、人間的にもう尊敬、伝われるような人になっていきたいと思います。うんうん、なるほど。今のいろんなこと私にはこうズキズキ刺さってるものも多いので、いや得意なんだろうななんて思ってますけども。はい、ありがとうございます。そうですね。なんかそんな、今、同世代の方に向けてのこうアドバイスっていうと大げさなんですけども、まあ、一生懸命こう目の前のことを一生懸命頑張られてる方ですとか、同じような境遇の方も見ていらっしゃる可能性もあるので、なんかそんな方々に向けてこう、斉藤さんだからこう伝えられることとか、どんなところがあるでしょうか。そうですね、まあ、さっきもちょっとお話ししたんですけど、はい、まあ、結構その起業するのに失敗したらどうしようとか思う方もいると思うんですけど、うん、はい、まあもう一回始めてしまったらまあなんとかなると思って、うん、その目標に向かって必死に一生懸命頑張っていけば、まあ、最終的に結果はついてくるのかなと思うので、うん、まあ、真摯に下向きに一生懸命にやることが大事だと思います。ありがとうございます。なんかそのスポーツのところの基礎がしっかりみたいなところと少しこうなんか被ってるところもあるんですかね。そうですね、うんうんうん、ありがとうございます。そろそろ、はい、お時間になりましたので本日は斉藤さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、最後にちょっとタイトルコールだけさせて締めさせていただければと思います。はい。はい、第607回、プロサッカー選手ながら化粧品ブランドの会社を立ち上げるデュアルキャリア、斉藤龍生さんに聞くスポーツ選手のキャリアの可能性とはということで、斉藤さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。